えてなくない？やめて、すれ違わないで。絶妙なのよ。はい、どうもアニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていきましょう。今回見ていくのは青春豚野郎はバニーガール先輩の夢は見ないですね。第2話見ていこうと思います。はい、というわけで前回はまあ舞さんがバニーガールになってるところを作田が目撃して、私消えるの、え、どうなっていくの、思春期症候群だ、ワンチャワンチャと、いろいろと設定をこうグラーッと出してきて、うわ、ちょっとどう整理に時間がかかってるよみたいな感じで終わったわけなんですけれども、今回は多分またなんか初デートって書いてあるから、多分舞さんと作田がこうもっともっと距離を縮める回なのかなというふうに思いますので、なんか下回ってなくね、大丈夫かはい、まあ見ていこうかなというふうに思いますので、いろいろと舞さんとかに注目していこうと思います。舞さんはバニーガールの格好もうしないのかな見ていこうと思います。それでは見ていきましょう。青豚第2話、よーい、アクション。それでは見ていきましょう、よーい、スタート。さあ、ああ、まあそうだよね、シュレティンガーの猫か、毒薬だろ。おお。うん。うん。まあ、死んでるか生きてるか。はい。あ、そういうことか。なんか、蓋を開けたら毒ガスが出るシステムとかじゃなかったっけ？開けたら死ぬけど開けてないと生きるみたいな。まあ、マイさんを見続けないと、存在が確定しないわけよな。誰かが見てないといけない。つまり誰も見れなくなった瞬間に舞さんは死んでるも同然みたいなことやな。まあまあまあ、今んとここの作品への興味ってなったら、まあ普通っちゃ普通だな。なんか割と、なんか前見た時もこんな感じだったような気がする。へえ、こんな話なんだぐらいにしか持ってなかった気がするな。マイさんに多分悲壮感があんまりないから多分惹かれなかったのかもしれないな。うん。本当に比べて申し訳ないんだけど、クラナドの息吹ふ、ふうこちゃんは、幽霊っていうあれがあったから、より一層ハマったけど、多分こっから、多分マイさんの苦悩なりなんなりが掘り下げられていったりするんだと思うんだけどね。せい、君のせいや。さあ、舞さんは消えてしまうのか。まあ、消えるのは確定なんだけど。うわぁ、美人やな、でも改めて見ても。ここ絶対隣に出てくる。あの最終版あたりのオープニングで。さあ、買い物に付き合うと。夫婦だね。まあ、一人で買い物してるみたいになるけど。どうなるんだろうね。そこ気になるよね。あ、そうなの？え？話したらどうなの？あ、それ気になるね。僕もつなぎたいです。言い方おお、腕を組んでくれるとは。はい上回ってるな、常に。
どうってことないわ。あ、見えてるな。どういうあれなんだろう。あら。喧嘩中？ああ、そういうこと。おお、何なんだろう。ここの苦悩が気になる。え？何が？それ掘っていいのか？そこ。あらー、殴られるの覚悟で言ったね。うわー、やだな。勝手にするなよ。あ、で、いやいや、やったんだ。多分、子役とか絶対こういう波にぶち当たるんだろうな。まあでも、ねえ、演技の仕事ならいくらでもあると思誰？ああ、アナウンサーか。あら、そうなんだ。教えてくれたんだ。関わっていいのか？見せただけでしょ？もうそうだよな。それがちょっと不安だよな。すぐ行くんだろうな。覚えてるんだ。お、何？桜島舞は？お。個人で？まあ、そうするしかなかったのかなっていう。ら。おうち。あら、真ん前。あら、いいの？はい、付き合います。あ、そうなの？ デートみたいなもんだよ。なんかいいな。なんかこう、ぐいぐい来てる感じがいいな。やっぱりなんか、寂しかったのかなっていうのは感じますね。ははは。なになに？ハートマークつけてる。パンツまで選んでるぞ。妹がガン見している。すごい高層階住んでね。
さあ、日曜になったのかな？何？どうしたの？ははは。迷子イベントか、これ多分。舞さん！どれ？あら。いきなり飛び蹴り。おお、おめでとう。何？え？ すごいめんどくさい女の子だな。おお、強い。警察にお世話になった。あ、そうなの？なかなか今時というか、あれやな。あ、やばい、帰っちゃう、帰っちゃう、舞さんが。でも舞さんは帰らなそう。黙ってめちゃめちゃ切れてそう。あら、行ってしまった。え、4時って相当じゃね？ すごいな。てか夜に出かける気だったの？ やっぱり優しいな。警察にパクられてました。オッケー、鼻でスパゲティも食ってやる。好きだから。お前もだいぶひねくれてるぞ。なんか 近づいてないか。なんか、サクタは茶化してるか茶化してないかがわからんな。なるほど。誰？れかあれ？牧之原さん？え？ あ、怒ってる 青春豚野郎、バニガルの、バニガル先輩の夢を見ない。アイキャッチが入り、海。へえ。あ、やっぱり、この人か。これ全部地名なのか？桜島もそうだけど。中3とこに。あら、じゃあ今、高1なら、高3にいるかもしれないのか。会えなかった。どこ行ったんだろう。え？幽霊？
誰？おかん？おかんちゃう？あれ？見えてなくない？見えてなくない？ぼうぼう？見えてなくない？やめて！やめて！すれ違わないで！オーマイガッデン。オーマイ。え？桜島前は？オーマイガッ。お母さんにも認知されてないやん。やす。思いのほかペースが早いな。牧之原翔子も、そうやって消えたのか？誰と？誰とした？あら、入れ替わっておりますが。ああ、待って、追いかけよう。ダメだよ。本当に忘れちゃうよ。離れたら。なんとイケメンゼリフ。お願いします。出かけるってことか。あら。あら、知らない。どこまで行く気なんだ？岐阜まで来たの？岐阜まで？覚えてます。強がってるね。なんて男前なんだお前は。ダメか。あら。あれ？ここでまさか。
覗きます。気持ち悪いな。あ、外に出とけと。いや、でもさ、入ってきたら、あれってならないかな？かわいい。好き。舞さん。好きです。茶化して遊ぶな。さあ、電話をするわけだが。国見？あれだ、牧野原翔子のこと覚えてなかったっけ？国見は。うん。え、覚えてんだ。双葉。あら。情報通すぎないか？あ、話したんだ。どうにでも、きつくないか？うん。ああ、なるほどね。学校の人は覚えてんだもんね。きっかけときっかけを潰すことを始めなきゃいけないわけやな。コンビニで、歯ブラシとかも全部買いましょう。ああ。すごい光栄ですね。素直だよね。茶化すけどよく。ええー、忘れておりますよー。アバンで忘れてますー。枕は譲る。褒めてますよ。不思議な感じがするなあ。あ、はい。はい。言い方。髪を下ろしてさ、寝るとさ、寝癖つかないか。髪上げた方がいいぞ。毛先ぐしゃぐしゃになる。なんだろう、この距離感。不思議だな。あれ、これ消える？嫌な予感がしてきました。
ここで消えるか？早くないか？あれ？でも前話のアバンは違ったもんな。ちょっと待って、ちょっと待って、なんかね、絶妙なのよ。絶妙なのよ。え、これどうなるの？マジでわからん。やばいということしかわからない。親に見放されて、見えなくなってくるわけだよな。ガシギのカルテ。これが何を意味するのかとか、この先何が起こるのかっていうのが一切読めない、この不安な感じ。なんだろう、このさ、なんだろう、不思議だよね、この世界観。これをどう解決していくことになるのかっていうのがポイントだけど。サクタがどう動くかだなぁ。悪口言われとるやん。はい。というわけで見終わったわけなんですけど、いやー、すごいな。急激なペースですね。まあ、じっくりじっくり進んでいくのかなとも思ったけど、結構早めに仕掛けてきましたね。もうだいぶ見えない人が増えてきてて、まあ、問題っていうものが大きく浮き彫りになってきた回なのかなというふうには思う。原因みたいなものがね、学校がなんかあれになってんじゃないかということなので、まあ、それが何を意味するのかというか、それを知ってどうするのかっていうのがポイントなわけなんだけど、いや、なんか難しいっすね。なんだろうこの、どうしたらいいのか。なんか、僕にはどうしようもないから早くサクタ動いてくれ感が本当に申し訳ない、申し訳ないというか、なんか、なんとも言えないところがあるんだけど、なんだろうね、この不思議な感じは。なんか、世界観もそうだし、セリフ回しもやっぱり独特なものはある。やっぱり、青豚は、あの、桜草の作者とは聞いてはいるけど、なんか本当に全く別物ですね。これがどう響いてくるのかっていう。なんかね、何かが起こるぞ、起こるぞ、起こるぞ。なんか、稲川淳二さんの階段みたいに、怖いなーと思って、みたいな。何かが起こるぞ起こるぞっていうことをずっとほのめかされてるから、常に心にじゃなくて、心ここにあらずなんだよね。え、どうなるんだろう、え、ちょっと待って、でもどんどん早くなってるし、いや、サクタはなんかちょっと茶化したりなんかして、なんか、俺の思考とかけ離れてるし、みたいなところで、すごいなんか、もやっとして、あーっていう、なんかこう、っていう感じ？なんか、にゃーってなるって感じなんですけど。いやー、これどうなっていくんだろう。いやー、でもなんかもうね、いろいろと起きて、こうなんか話がこう進んでいってるわけなので、何か大きなものがあるのかな？青豚がリアクションシリーズ、クラシックシリーズのアンケートの中でぶっちぎりだったから、どこを、こう、ピンポイントなのかというかさ、どこがキーポイントになってくるのかっていうのをすごい楽しみに見てるんだけど、いや、まだまだかかりそうですね。まあ、2話だからね。ただ全体のテーマっていうものがあんまりまだ見えてないのかなという雰囲気はありますね。言っちゃうと、頂上もので、頂上に悩まされる女の子が、テーマになっているっていうところなのか、やっぱりもう本当に舞さんピンポイントにテーマになっているのかっていうところなんだよね。舞さんとの出会いと別れないし、舞さんと出会いだったり、距離感だったりっていうものがテーマになった、まあ言っちゃうとラブコメに近いお話になってる青春ものだったりなんかするのかなというふうに思うんだけど、いやー、わからんなマジで。でもまあこれからどん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 見ていけば、多分どん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 なんかこう入っていけるんじゃないかなというふうに思いますので、次回も楽しんで見ていこうと思います。いや、意外とでもなんかやっぱりあの土着的なものなのかな、やっぱりこう地域的なものなのかな、やっぱり学校の人が覚えてるっていうのはすごい気になるポイントではあるよね。ってなると、やっぱり世界を飛び回ってるというか、多分あちこち飛び回ってるマネージャーであるお母さんは忘れて仕方ないところではあるのかというところではある。なんかその法則性みたいなものを見つけたいところではありますけれどもね。まあ、ちょっとまた次回、まあ、見ていこうかなというふうに思いますので、ぜひともよろしくお願いしますというような感じで今回終わろうと思います。はい、まあ、そんな感じで終わろうと思います。なんかコメントあればください。舞さんとか、かえでちゃんとか、サクタ頑張れとかなんかいろいろとお待ちしております。なんか補足コメントかなんかあれば、ぜひとも原作勢の補足コメントなんかもお待ちしておりますので、ぜひともよろしくお願いします。以上、青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ないでした。バイバイ。